今回は1月にラスベガスで開催されたコンシューマーエレクトロニクスショーおよびアナハイムで開催されましたウィンターナムショーでの発表された新製品をご紹介してまいります。まずはボスブランドから。ボス最高峰の技を継承した本格的なチューブサウンドとレスポンス、多彩な内蔵エフェクトにより世界各国で大変ご好評いただいております刀シリーズ。その刀シリーズに新たに2つのモデルが加わります。まずはこちら、完全ワイヤレスギターアンプ刀エアーです。刀エアーはケーブルを一切接続することなく本格的なサウンドで演奏を楽しむことができる世界初の画期的なアンプです。ギターの接続はボスが独自に開発した最新のワイヤレステクノロジーにより超低レイテンシーかつ高音質を実現、心地よいフィーリングで演奏を楽しむことができます。付属のカスタムワイヤレストランスミッターはさまざまな形状のギターに取り付けることが可能。アンプ本体のドックに刺すだけで充電を行うことができ、最大12時間使用することができます。アンプ本体はアダプターはもちろん電池駆動が可能となっており、電源の確保に頭を悩ませる必要はありません。さらに一定時間演奏を行わないと自動的にバッテリー消費を抑えるスタンバイモードへ移行、再び演奏を行うときはギターを手に取るだけでトランスミッターが動作を感知し即座に演奏を再開いたします。スイッチ操作などを行う必要がなく、思い立ったらすぐに演奏を楽しむことができます。刀エアのサウンドは他の刀シリーズと同様の本格的なサウンドです。透き通るようなクリーンからボスが考える理想のハイゲインであるブラウンなど、実用性の高い5種類のアンプタイプを装備。刀エアのステレオスピーカーシステムに最適化されたモジュレーションやディレイなど50種類以上の多彩なエフェクトも使用可能です。 iOS、Android 対応の専用エディターボストーンスタジオを使用すれば音色のエディットや保存、呼び出しもワイヤレスで行うことができます。また音色調整のためにアンプのつまみを触りに行く必要はありません。またアプリ内からプロのギタリストによって作成された音色を無料でダウンロードができます。できるボストンセントラルへのアクセスも可能です。さらに Bluetooth 接続で音楽再生にも対応、お気に入りの楽曲やバッキングを高品位なサウンドで再生でき、リスニングやセッションを楽しむことが可能です。本格的なサウンドを搭載し、ギター接続、電源確保、音色エディット、音楽再生を完全ワイヤレスで実現、ギター演奏の新しいスタイルを提案する刀エア、発売は4月を予定しております。続きましてはこちら、刀シリーズのフラッグシップモデル刀アーティストです。刀アンプの基本性能に加え、スピーカーとキャビネットをグレードアップ、さらに中身にも特別なチューニングを施し、全体を一新することでより一層サウンドを磨き上げたプロフェッショナルのための 100W 本部アンプです。グレードアップしたスピーカーは1960年代のブリティッシュスタックアンプに搭載され、メインとしての長い 25W のヴィンテージスピーカーからインスピレーションを受けて誕生した12インチカスタム技スピーカーを搭載。また本体キャビネットの構造も一新、ロックサウンドに最適なセミクローズドバック構造に加え、剛性の高い設計によりタイトでありながら抜けの良いサウンドを実現しています。搭載しているアンプタイプは技スピーカーや新設計キャビネットに合わせて刀アーティスト専用の特別なチューニングを施しました。世界中のギタリストが憧れる究極のロックサウンド、ブラウンからクリーン、クランチ、リード、そしてエレアクのサウンドをナチュラルに再生するアコースティック、以上5つのタイプのアンプタイプを搭載、さまざまな演奏スタイルへ対応が可能です。さらにボスのエフェクトも搭載し、3種類まで同時使用が可能。歪みやコーラス、ディレイはもちろん、専用ソフトウェアボストーンスタジオを使用すれば58種類から使用するエフェクトを選択でき、緻密なエディットや接続方法の設定まで可能になります。それではそのサウンドをお聴きいただきましょう。パーソンズのギタリストとしてメジャーデビュー、氷室京介、安室奈美恵、イノラン、清木場俊介など多数の著名アーティストのプロデュース、レコーディング、ライブのギタリストとして活動、
現在はソロプロジェクトエフェクトリックギターを指導し、さらに活動の幅を広げている本田武史さんです。本田さん、よろしくお願いします。まずはブラウンズから。エフェクトの設定はトーンセンティフメモリー機能により8つまで保存が可能。さまざまな音色を使用する楽曲でも柔軟な対応が可能です。クランクアップしたアンプサウンドの迫力とダイナミックレスポンスを小音量でも得られるパワーコントロール機能ももちろん搭載しています。キャビネットレゾナンス機能とラインアウトエアフィル機能には専用のつまみを備え、直感的に操作が可能です。それでは再び本田さんに演奏していただきましょう。本田さん、よろしくお願いします。新しい技スピーカーのおかげでなんですか分かんないですけど、ものすごくレスポンスが速いっていうか、すごい引き締まったサウンドがそういう特徴だなと思います。そして僕は刀ヘッドも使ってるんですけど、そのすごくシンプルで簡単なね、分かりやすい操作性もあって、さらにエフェクトがなんか充実しているので、これ1台でレコーディングからライブまで
これ持ってればできるという感じですごい素晴らしいと思います。ありがとうございます。本田さん、ありがとうございます。本田さんには後ほどもう一度演奏していただきたいと思います。どうもありがとうございました。刀アーティスは今週2月10日の発売です。ループステーションシリーズはおかげさまで累計100万台セールスを突破いたしました。これを記念し RC1 の機能はそのままに、外観をブラック塗装で仕上げ、文字をループステーションシリーズのイメージカラーでもあるレッドであしらった特別カラーモデル RC1BK を2018年限定で発売いたします。また RC シリーズの歴史や RC1BK の製品情報、現行ラインナップの情報を掲載した特設ページもオープン。今後もループステーションのプロモーションを強化してまいります。 RC1BK の発売は2月10日2018年の限定販売モデルです。